イベリア半島に海賊しか狙わない女海賊がいた。その名はアンヌ・ザ・トルネード、つむじ風のアンヌ様だ。そしてその用心棒を務めるのは七つの海を股にかける大泥棒、石川五右衛門様だ。二人は弱きを助け強きをくじく永遠の同志のはずだった。しかし一緒に来てもらおうか、聞きたいことがある。その瞳こそまさしく日輪の瞳。アンヌ様はコルドニア王国の王家の血筋を引くお方だ。私しかいねえのか。はい、分かった。私こそこのコルドニアの女王、アンヌであるわいだ。私はみんなを救う。このコルドニアの父は必ず守ってみせる。自分の決めた道に飲み込まれるんじゃねえ。あの子たちに伝えて今すぐ足を洗いと、出ない私と戦うことになると。それがお前の覚悟ってやつか。だったら俺があいつらを守る。死神に喧嘩打っても、今究極のエンターテイメントが誕生する。バラとサムライ。